今日はセントラルパークの西側にある八重桜の桜のトンネル、こちらをひたすら歩いて行こうと思います。かわいいね。いきなり日本の人が通りました。今日は月曜日なのでそんなに人がいないんですが、週末はねもうすごい人でなかなかビデオをうまく撮れなかったので今日再度来てみました。皆さんねお花見なさってたんですよね。ここをね通ってるだけでね、あの女子力が上がるような気がして、何回も何回もね通っちゃうんですよ、このお花が、ね、咲いてる時はね。土手のところにあるのがジャクリン・ケネディ・オナシス貯水池という、レザボアがあります。この周りを、ね、走るの気持ちがいいんですよ。この八重桜が咲いているんですけど、あのなるべくね人を映さないように上の方を向いて、撮っているところです。ここで桜のトンネルはほぼ終わりになってしまうので、ちょっと逆を向いてみますね。こんな感じですよ。じゃーん、素敵でしょ。そうだ、戻ります。
ドラマの方に夢中になってしまったのでちょっと忘れてしまったんですが、こちらのねパーウェストのコンドミニアムのねあのツインタワーがすごく素敵なので、ここをちょっと画像でお見せしたいと思います。ちょっと見えてきましたね。東側に来てみました。そして西側を眺めますよ。このピンクのモコモコ見えます。これがね先ほど通ってきた桜の並木です。わかります？木のね棒がね水の中でね立ってるんですよ。なんかね、あの茶柱が立ってるような縁起がいい気がしたので写してみましたね。この湖面がキラキラしてすごく綺麗です。